しぶりねこの感じ。もう嫌な予感しかしないのが逆にすごいと感じるわね。ソフィアちゃんという偉大なる研究者が超すごい薬開発したらしいからすごいすごいソフィアちゃんのために実験体になってね。すっごい自分褒めるじゃん。まだ結果出てないのにさ。今回はね、実はもはや結果がわかってるような出来レースなわけよ。別にそれくらいの自信がない状態でいつも私に持ってきてたわけ。私を一体なんだと思ってるんだか、はぁ。それでソフィアちゃん、この薬は何？それはネペタポーション。もう飲むだけでオーラ最大値も上がって、傷も回復してむしろ傷が治りすぎて傷口から肉体がニョキニョキ生えてきて。何？私をエラーにしたいの？ベタってもう私が研究所抜けてから、メガ、ギガ、テラ、ポーションができてたの。名前の由来はそれこぼした後の机触ったらペタペタしてたからで、自分の話じゃなかった、こんなことだと思ったわよ。もう？でもね、ミッチの回復の薬を超えたいと思っておるのだよ。一級脳というゲテモノが正統派に勝てると思わないことね、このゲテモノや。はぁ、でも飲まないとどうせ毎日呼び出し食らうんでしょ。さっさと飲んで浄化して終わろう。というか最低限の保証は確保してから持ってきてほしいわよ。元研究者から言わせてもらうと結果はその保証を得るための段階だから。さあなんだと思ってんのよ、技術開発部隊。でもなんで私も呼んだの？いや、似たような実験体が2人いた方がいいかなって。せっかちゃんもそろそろ変な体勢ついてるかもだし。開発部隊抜けたら次は実験体か。このマッドサイエンティスト。いいが王法よ。結果お姉ちゃん、諦めな。はぁ、まさか私が実験体になる日が来るなんて、これが組織を抜けた裏切り者の末路ってやつね。どうせなら体が縮んで見た目は子供、頭脳は大人をやりたいわね。せっか、あなたが小学生からやり直しても勉強で無双できるのは3年生くらいでしょ。それに頭脳は大人と言ってもアダルト的思考な大人じゃねえ。結果お姉ちゃんの方がむっつりでしょうが、それに今なら6年生くらい問題ないし、メリアちゃんの勉強会バカにしないでよね。ほら、さっさと飲むわよ。ワイルドね、普通にコルク抜けばいいじゃない。はぁ、オレンジ味、飲みやすい甘さ、喉乾いてたら美味しく飲めるわ。よく考えたんだけどポーションなら怪我しないと効果発揮できたかわからないわよね。それ私が飲んだ後に言うのずるくない？さっさと飲まんかい？このバカ、しかも力強い、脳筋妹がなんてことすんのよ、気づけないと結果がわかんないって。いや、だってなんか私の症状を見て判断しようって考えてそうだったからイラッときて。さすが直感だけはすごい妹、正解だわ。お姉ちゃんと関節キスしちゃったね。それで許されると思うなよ。今さら姉妹で関節キスごときで照れる間でもないでしょうが、妹照れたんだからもだえてなさいよ。空気読めないお姉ちゃんね。それでどう？別にオーラ増えてないし、傷はもともとないし、変なところから何か生えても来ないし、今のところただのオレンジジュースね。私の異質異能から作った物質でそんなまともなやつあると思う？あった試しがないわね。これはちょっと様子見かな。もしかすると薬が効いている間ずっと傷を治し続けるすごい薬かもしれないし、ちょっと後で自傷して確かめてみるわ。よく簡単に自傷できるわね。痛みに慣れすぎでしょ。もちろん麻酔するわ。空隔遮断のオーラ技術、ラル様から割と本気で早い段階で教わったんだから。今なら動かない状態なら問題なくできるわ。動いたらもう無理だけど。それ結局自分でできないって話じゃない？私絶対にやらないから。お姉ちゃんなら、いいよ。結果、甘え方の路線がキモい。さて、結果お姉ちゃん、わがままばかり言ってたらソフィアちゃんは納得しないのはわかるでしょ。終わらせるために戦いましょう。なんで私が目の前に、というかもしかしてこの体。結果まるですごく体が軽い、羽が生えたような。それに何より胸元が楽。おいこら、人の胸をまさぐらないでよ。せっかあんた、この体、本当に戦闘に向いている体なのね。結果お姉ちゃんでもしばくぞ。いきなりどうしたの？二人とも、まるで入れ替わってるみたいな。ソフィアちゃん、原理はわからないけどペタポーションを飲んだ人同士が触れると共鳴みたいなのが起きて意識が入れ替わっちゃう副作用があるわ。これめんどくさいわ。傷治るならそれくらい良くない？いやいや、戦場で複数人が使って万が一接触してしまったら他人のよくわからない体で戦うことになるのよ。振りどころの話じゃないわ。今せっかちゃんが月下ちゃんで、月下ちゃんがせっかちゃんなんだよね。やばい混乱する。とりあえず回復効果とか副作用調べてきて、それから改良するから。ソフィアちゃんはその間何するのよ。ゲームだけど、責任取らんかい？毎度厄介ごとばかり持ってきて。私気づいたのだけど、もしかして私今から切られないといけないの？いや、別に嫌なら私がやるけど、傷つくのは月下お姉ちゃんの体なわけだけど。いや、もし回復しなかったら私の体が傷物になっちゃう。何を今更、こんな世界に生きているなら血まみれなんて誰もが通る道でしょう。ああ確かに、ここ最近血まみれになってなかったから忘れてた。月下お姉ちゃん、しっかり怪我したよ。ああ。人様の体で何やってんのよ、このクソ妹を。あんたね、限度知りなさいよ、ちょっと切るって言ってたじゃない、がっつり頭かち割ってんじゃない。いやいや、ちゃんと切ってるでしょ。お情け程度にね、それより頭から流れてる血の量がえげつないのよ。バカじゃないの、バカになったらどうすんの？私、バカなお姉ちゃんも大好き。私、バカな妹大嫌い。傷全然治らない、一定回復じゃないわね。いや、ポーションだから、一定回復機能とか別に何も言ってないから。はぁ、ソフィアちゃん、ゲテモノが正規品に勝つにはちょっとしたサービスがないと買ってくれないわよ。ただでさえ副作用というデメリットの方が多いのに。そんなこと私に言われても困る。月下お姉ちゃん、ポーション研究室に置いてきちゃった。取ってきて、私が行ったら床汚しちゃうから。後先考えないから。はぁ、傷の治りは早いわね。ただこれ、飲み薬じゃなくて塗り薬なのね。いくら飲んでも治らないから一瞬焦ったわよ。でも液体はサラサラ、なのに塗った後はベトベト、不愉快感がすごいわね。というか飲まなかったら使える薬なんじゃない？別に飲み薬とも言ってないからね。でも、塗り薬として使えばいいんじゃない？ソフィアちゃん、最初に言っていたオーラが増える、が全然ないと思うんだけど。あれ願望、実際は回復薬ぐらいしか分かってなかった。前が適当ね、ちょっとは発言に責任持ちなさいよ。疲れた、この体、原始支配ないから変な後遺症がなくてよかったわ。それじゃあねー。ちょっと、体はどうするのよ。そっちを早くどうにかしないと。時間が解決してくれるんじゃない？それに。私、一度長寿やってみたかったのよね。あとはパパが私に気づくかどうか、気づかないなら私に隠してる浮気情報を入手してやる。一筋面削ったらどんどん出てくるネタに何を今更。そもそも舌下に私の業務は無理よ。もちろん私も舌下の業務は無理だけど、早く戻りましょう。もう一度触れば治るかもでしょ。ってことはまたあの薬、確かもう一瓶あったよね。取ってきてよ、お姉ちゃん命令。うるさい、さっき私が取りに行ったんだから次は舌下、さっさと行く、じゃないと殴るわよ。うわ、乱暴、やめてよね。私そんな乱暴な言葉使わないのに。あ、そうだ、せっかくお姉ちゃんの体だし、奏さん直伝の下ネタを連発しながら取りに行こう。あんた、ちょっと、月下お姉ちゃんの。わ。デパトの。お。あ、よくわかった。うまいを始末する。覚悟せいや。うまいを殺して私も消えてやる。覚悟せいや。うわ、この体扱いにくい。痛い痛い。私が代わりに取りに行くよ。なんかごめん。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみに。